はい、どうもおはようございます。今日は団地前相変わらず来ております。ちょっと中の方は入れそうなかったんで、端っこの方にねちょっとエントリーさせていただきました。で、今日は最初にトップウォーターやって、ダメだったらちょっとバイブレーションの、早巻きとか、ファンキーダートってやつ買ってみたので、それでこうチャッ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 とね、こうリアクション的なバイトが取れたらなという感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。早速濁りとか見ていきます。濁りとね水温、濁りはまたちょっとね 10%、15% またクリアになりましたね。はい。で、昨日より流れがさらにしっかりと効いている状態です。水深60センチ、70センチぐらいで怪しくなるような、見えなくなるような感じの垂直です。もう濁ってるとは言えないかもしれないですね。はい、では垂直を見ていきます。手釣りです。17度です。17度、お願いします。よっしゃ、やっていくぞと。ちょっとね、お腹痛くならないように、もうフィッシュグリップだけでちょっと使うことを祈る。フィッシュグリップを、はい、じゃあサミから行きます。さあ、手袋してない、まあいいや。あー、でもそこでざわつきがある。あー、いって、手首が、いやーちょっとね、昨日のモアさんちょっとやりすぎましたね。酷使しすぎました。左手間違いない。なのでちょっとね、2、3日モアさん使おうと思ったんですけど、やっぱ左手首に負担がかかるんで、どうしても脇に入れられないから、まあ気のせいっちゃ気のせいなのかもしれないですけどね。やっぱちょっと脇に挟めるか挟めないかはでかいですね。本当このね、スーパーサミーはね、このキャスト決まるとすごい100飛ぶんですよ。100だとしたら、いい状態が100だとしたら、でキャスト決まんないと60とか70ぐらいの飛距離が落ちるんで、メーターじゃないですよ、パーセンテージですけど。振り子上で投げるといいっていうのが、やっぱバス投げるとあんまりちょっと暴れちゃう傾向にありますね。まあ、風とかにもよるんですけど、もちろん。ファンキーダートってやつ買ったので、バイブレーションでキビッキビッキビッと横っ飛びするタイプと、あと鉄板系でこうブル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 と強波動で誘うタイプと2パターン持ってきてるんで、その辺もね試せたらなと思っております。おっと、僕のルアーの横でピチッとベイトが逃げた。今日はね、金曜日なのにアングラーさん多いですね。で、この辺からシャローになりだすと思うんですけど、こっちに。ただこんだけ流れが効いてれば団地前じゃなくても回ってきそうな予感。そして H に行く手もあったんですが、網を持ってきてないんでちょっと今日はやめてきました。第 1H と第 4H とかだったら、ヒットさせたらね、ちょっと横のこういうところに護岸まで誘導してハンドランディング、まあフィッシュグリップでのランディングもできるんでしょうけど、まあちょっと今日はこっちにしました。早め切り替えていかないと。あ、そうだ、時間がですね、今日もちょっと頑張ってなんとか、7時50分ですね今。だから7時45分ぐらいにスタートしました。11月5日です。
か。でも水温はちゃんと、外気温はまあまあ、人間が着る装備はちょっと上がってきましたけど、水温はそんなに下がってないんだな。まだ15度切ったことないですからね、一回も。16度はあったかな。さあさあさあ、ちょっとあかんかな。みんなトップ投げてる感じだから、みんなでもないですけど、ちょっとバイブレーションに変えてみます。早めに早めにチェンジ。これはどんだけ飛ぶかなんですよね、問題は。ファンキーさんが、まあ、16g だから16点、ちょっとか、 16.5g だからしょうがないですけど、そんなに期待はできないかもしれません。グリーンゴールドですね。それでいきます。ちゃっちゃっちゃと手首やられない範囲で。よし、ああでもまあ普通に飛びますね。沈めます。着点待ち。僕より上流側の方はアマペン投げてますね、おそらく。あの音は、よしよし。あ、目の前でなんかそこに動きがあるな、水面に。横飛び横飛び横飛び。おお、どうだ、ちょっと待って、動き見てみます。左右にダートしてるかどうかちょっとね、岸から近すぎるとわからないですけど、どうだろう。パン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 といけばなってると信じたい。最初は普通に流してみるか。でも普通に流したら鉄板使うのと意味ないもんな。わからん、着底がマジでわからん。竿立てすぎないでミドル巻き。小さいシルエットだからな、これ。ウェイキーブートが投げてみたいけどな、どうなんだろうな。嫌なことした。メーターかな、水深2、3メーターってとこですかね、大きい届く範囲は。でこれやってると多分エビるんですよね、このルアーに関しては。どうか、水面でパチッつった。ただ届かない。表層早巻き、まあ、着水後早巻きって言った方がいいですね。
ちょっと変えてみますか、鉄板に。ビシビシ変えていかないと。危ない。時間がなくなる。ああ、ビッグバッカー。行ってみましょう。根掛かり確保で。ビッグバッカー。この間のね、鼻尻で大活躍した。ビッグバッカー始まる。28ぐらいですね、確か。ああ、風が出てしまったね。これちょっとトップには厳しい。良くないね。さあ、行ってこい。よし。いやでもそんなに変わらないな。飛距離が、あれと、メタルマスターの 21g と。ただ着底は分かりました。今着底しました。マゴチ食いそうですよね、リフトアンドフォールって。うわ、びっくりした。寝上がっていい。手前は怖いな、さすがに。よいしょ、行ってこい。あ、あとこさんがなんかブク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 出てんだな、下から。なんか気泡がずっと出てますからね。あ、結構このライン出てますね。なんだろう、そのラインだけ泡がブク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 。ビッグバッカージャカジャカ巻き。はい、チェンジ。これだと底を流すのがちょっと怖いですね。入った。メタマスのグリーンゴールドあった。これだ。さあ、この外しのめんどくささ。こっちから切るとどう思った。またなんかしばらく釣れない動画が続きそうですけど、ちょっとね、頑張りたいと思います。はい、では失礼します。